田中よ。お前になんで欲しいからに決まってんだろ。え、だからなんで。今回自らへのある種の枷として、私は今下に何も履いていない。なんでそんな僕にこだわるんですか。毎回僕だけに何かやらせようとするのやめてくださいよ。だから先輩、これが部長の今の気持ちです。セクハラで訴えますよ。なんで急に謎謎。謎謎じゃねえよ、真理だよ。もっと具体的に言ってください。田中はなんだ、告白されてもぼーっとしてんのか。あ、いや、告白されたことないんで。今保護されてんだよ、現在進行形で。誰に。もう死ねよお前。この上野という名の魔性の闇に踏み入った愚行、今さら後悔したところで手遅れだぞ。貴様は今から女子のタイツを本人の前で嗅ぎ感想を述べるという恥辱を受けるのだ。いつものように見苦しく抵抗してみろ、田中。部長。逃がしませんよ。恋はいつも私を走らせけれど。人の話全然聞いてないな、田中は。ここが地獄ならとっくに死んでいるぞ。ここが地獄ならすでに死んでますよ。部長、何か悩みあるならちゃんと相談してくださいよ。いかん、部長の乙女力が暴走している。もしもし、今セクハラ受けてます。山下さんの汗とか。おまわりさん、こいつです。見ろ田中、ついに完成したぞ。これ何。だから来たんだよ。あんま自分が口つけたとこに男子が口つけるんですよ。女子の方がそういうの気にするでしょう。あー、別に関節禁止とか、いちいちそんなこと気にしませんのですけど。誰かこの想い、いつか君の元届けて。いいからさっさと覗け。